今日はホームの川1号に来ました。雨降り後で若干水が多いですけど、この辺はまだ浅いんで、で今網入れ何回かしたんですけど、魚の気配があまり感じられないな。あ、どんこや。あ、違う、吉野堀。この川はタナゴとヒガイがたくさんいてる川なんで、ホームの川1号は特に魚影が濃いんで、油ぼて光に当たるとすごい紫で綺麗やな。吉野堀か。吉野堀、辻エビ、沼エビ、小さい吉野堀。ガサリ始めて10分やけど、ヒット率が悪すぎて、これ場所変えようかなとか思ってくるな。ほい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 。これは入らんな。ちょっと支流に変えようか。ちょっとやめた。ちょっと全然取れないんで、横の支流に移動します。こういう春先の雨が降った時とか、こっちの支流に来ると、タナゴですね。タナゴ、タナゴ狙っていきます。あ、取れた。油ぼて。油ぼて。やりタナゴとか、おらへんかな。うわぁ、危ねえ。おお、なんやこれ。大陸バラタナゴ。ここで取れたのは初めてやな。ここはアブラボテとヤリタナゴだけやったけど、大陸バラタナゴが増えたんか。まあ、綺麗な魚やけど外来種やからね。真ん中どんこいない。どんこ砂地やからな。砂利というか一応。うわ、デカどんこ来た。デカどんこ来た。中くらいサイズ、12センチぐらいかな。デカドンコ言うほどでもないけど、いいサイズのドンコ来た。これでも十分形が伝わるかな。いいな、久しぶりだな。うわ、被害か。デカ被害来た。うわ、出た出た出たよ、出ました。うわ、婚食出てるわ。でっかいオス取れた。被害ほら、でかいわ。サイズが見える。すげえサイズの被害。ずっと見とれるなこれ。ホームの川の魚はなんたってサイズが大きいのが本当に魅力。すごいいいサイズ。被害、オスの被害ゲットしました。これ後でちょっと写真撮ろう。まさか被害の婚姻色のオスが出るとは思ってなかったな。うわ、また被害や。サイズは小ぶりになったけどめっちゃ綺麗。いいポイント来てるからガサガサ続けますね。楽しいからな。あ、卵や。油ぼてやな。どうかな、写真が撮れれば綺麗に見えてるはず。油ぼて。よいしょ、ちょっと待てよ。この先、この先ポイントやねんけど、行く。ここトゲのバラみたいなんがあんねんけど、これいいよ。この先絶対ええポイントやから、ここもここいるんちゃう。ほら、取れた。卵ポイントやった。ほら、ヤリ卵が久しぶりに。卵の稚魚いっぱいおるから、だいぶ孵化してるんやな。ヤリ卵。これ、ヤリ卵。今これ撮影してる間に、いっぱい卵逃げていくからな。ヤリ卵だけ入れて。うん、綺麗なヤリ卵。久しぶり。あ、逃げた、逃げた。これ店取っていつも逃げんの。油ぼて。ちょっと小さいのは全部逃がそう。うわ、でかい、でかい、来た来た、でかいの来た。やった、やり卵来た。いいわ、いいの来たな。これいいサイズ、すげえな。これやり卵です。やり卵、これは久しぶり。ここをして座りながら魚との距離がめちゃ近いで、
デカドン来た。うわ、なんか季節ついてる。デカドン。うわ、被害か。来たな、また。メスの被害や。メスのでっかい被害。いいメスの被害やわ。この先もポイントやねんけどな。ずっとポイントが続いてるね。一回上登るか。疲れたい。ちょっと魚の婚姻色が綺麗なうちに撮影したいんで。うわー、すごい綺麗。ちょっと水が汚い。ちょっと魚を見ていきましょう。今日はでも水がね、濁ってるからな。これじゃあちょっともう一本の支流で水返しました。今日のガサガサの結果です。いいとこ出たな。これ上の取れてるやん。じゃあちょっと一匹ずつ見ていこうかな。何が出るかな。はい、ドンコ出ました。ドンコ、これでも中くらいサイズ。大きくなると20センチぐらい。おお、ドンコ。次何が出るかな。うわ、脂ボテ、綺麗な脂ボテ。一匹ずつの綺麗な映像はショート動画にして私出してますんで、そちらでも見ていただけたらと思います。おお、綺麗。脂ボテ、婚姻色の綺麗な脂ボテです。はい、はい、次何が出るかな。はい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 、取りやすかったドンコとスジエビ。今日は同じぐらいのサイズのドンコ2匹出ました。ガドンコ、これは、お、なんだ、被害かな。違う、やりたのが来た。この川で見れる綺麗な婚姻色の魚です。背びれと尻びれの赤色がすごく綺麗で、鱗もエメラルドグリーンかな。すごい綺麗な婚姻色出てます。やりたなご、あ、これ被害かな。被害っぽい。お、デカ被害来た。これデカ被害。ここまでのサイズが出るとは思ってなかったな。綺麗なオスの婚姻色の被害。今これ手に乗せてても、これ追い干しすごいザラザラで結構硬い。これが被害です。で、口がパチって音が鳴るな。めっちゃいいやん。お、ドンコとアブラボテ、ドンコアブラボテ。あ、これ大陸バラタナゴも外来種ですけど、たまにこの川で見ますね。比較的少ない方やと思うけど、麦つくとアブラボテ、かわいい麦つく取れてました。はい、被害メス。あ、これ被害メス。メスと比べてみようか。上がオスで下がメスの被害です。で、この被害はオスも婚姻色出て綺麗ですけど、メスもモザイク柄っていうんかな、鱗の模様すごく綺麗で好きな魚です。あ、もう一匹被害出た。ほら、めっちゃ綺麗。すごく綺麗な被害。はい、はい、こんだけかな。スジエビ、デカスジエビか。卵持ってんな。ということで、今日の、本の川1号のガサガサは終わりたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。ガサってみよう。いない。もうちょっとガサろうかな。どんこよう入るな、ちっさいのが。これ絶対ここで卵産んで増えてるわ。どんこだらけ。